ハイパー本物の縦を尽くすのめっちゃおもろい。コンプレックスラップバトル。<laughs> 加藤さーんこれ110キロだよ。<laughs> ジュンちゃんの一人だしいこの中に入れ替わった人がいます。つって。<laughs> あと東大と京大。<laughs> ちょっと太って見えるな。か俺加藤だけどなんだあれ選手権やね。<laughs> ただの熟女好きか、おばあちゃん思うか人狼。<laughs> どういう風に論議交わすんだよ、俺ら。あー、幸せだった。 めっちゃ食っちゃったよ。どんだけ食ったんだ結構、がっつり。生ハムチーズはんぺん、きんぴら、じゃこ豆腐、ガレット、生姜焼き、ステーキ、白米、ニ <laughs> アそりゃお腹いっぱいになるわな。ちょっとまた突撃するから、ちゃんと、飯用意しとけよ、俺の。<laughs> お前の家ジ言っとけよ。順が来るときは作ってくれんな、順の分までっ,つって。あと、タバコ吸える部屋も作っとけよ。梅木優勝おめでとうって。 あの、報告来たから、おめで、おめって。誰にも負けずに優勝しきりました <laughs> って言ったから。参加者何人ぐらいだったの誰にも負けなかったのでかいね。200人おー、すごい。松井のホームラン見たよ。なんか、褒め言葉で不格好な松井らしいホームランだったね。<laughs> みたいな。あと、松井、頭でっけえなー頭でっけえなーで、松井足怪我してるでしょ、あれ。粘りがないよね。腕の力だけで言ってたね。 守備練習中に肉離れした。肉離れしながら上半身の力だけでホームラン打たないで。50にもなるお方が。ゴッズイラじゃん。ダイソーしてもらおうとしたけど、一郎が一周させた。まあ、んそれはもう松井肉離れしててもやっぱファンは、松井がやっぱ一周するところを歩いてでもいいから一周しなきゃ。そこは。ファンサービスなんだもん。スモモンオプレイ卒業するなんで嫌になっちゃったの スタッフが無視してる。何何を無視してるの運営に問い合わせても返事が返ってこない。8月に9月いっぱいで辞めますって連絡したけど一切返事が返なえー。なんでそんなこと言ったんだろうね。てか、辞めますって言わなきゃ辞めれないのオープンレックって。あ、契約があるんだ。いや、おえちゃんの件なんも知らない。なんかチンコ出したっての知ってるけど。バーンされちゃったんだ。ま、あでもそりゃそうだな。お前のツイッチと一緒だぞ。契約、携帯は違うだろうけど。 俺ツイッチから契約しましょうつって断ってその2週間後に一人で始めたから、俺契約してないよツイッチと何も。で、なあ、そろそろ俺をパートナーにしてもらうことできるかつって、なんかパートナーにしてもらったけど。別に特に文言とか書類とか何も交わしてないよ。友達みたいな感じ。契約金いくらだと思ういや、わかんない。その、そういう話もせずに断っちゃったから、その挙動について担当の人はどんな話したらクソ笑ってた。 アメリカ人の人だったんだけど、アメリカもなんか日本のお笑いがわかるんだな。正直投げ銭とか契約とか他のアジアみたいに何の縛りもなくここまで来れたらどれくらいプラスでか、30、40億くらいじゃないでもさ、パッと思いって言われてもさ、わかんねえじゃん。だから別にどうでもいい。15年やってるしね。ルカーが両男の誘いを断って,て近いって理由で小学校に進学するような感じですけど、うん、ルカーが両男の誘いを断って、あの、両男を受験する感じ。 両男の特待生の誘いを断って、両男受験して、あの、一般入部してる感じ。ま、しげの頃じゃん。やっぱ、主人公なんだよ。何が目的なんだよ。わかんねえ。自分自身もわからん。なんて愚かな人間なんだろう。思いますよ。頭が悪いなって。器用じゃないなって思う。 まあ、あのまま全てゲーム配信できなかった。いや、全然。もう YouTube で配信もしてもいいし、その配信内容に関しては何も言わないし、もう好きなことしていいですし、あの、1ヶ月1時間でいいんでって言われて断った。嫌ですって。しませんって言った。意味わかんねえだろう。俺もわかんねえもんだって。でも俺自身がそういううんこちゃんを見たかった。でも言った。その時、大金ばらまいてたから、わかりましたって,って。その他の配信者にば,ばらまいてる金、全部俺にくれたら、あの、他の配信全部切って。 そしたら僕やりますよって。本当にツイッチから直接もらってない、<laughs> もらってないってだから <laughs> あ。あ、れはもらってるよあの、サブスクとか広告のお金もらってるよそりゃ。みんなと変わんないって。みんながツイッチ始めたのと変わんないって。え、まだ契約金もらってる、ね、ちょっと待って。で、ね、ツイッチって契約やんのくれよ、俺に。<laughs> え、ツイッチって契約やんの俺一般入試だからわからない。一般入試組。でもさ、都合のいい関係じゃない俺が悪いことし、 したときは、別にツイッチ側は、いや、あの人勝手に配信してるだけですよって言えるじゃん。<laughs> 何のにも気づくしないんだよ。いや、あの人勝手に配信してるだけですよって。書面もだって、残ってるのも勝手に配信してる。で、俺も嫌になったらすぐ辞めれるし、一般ユーザーよ。本当に。でも、パートナーの枠に入れてよって言ったら、なんかパートナーになった。なんなんだろうな、パートナーってな。俺なんでパートナーになったんだっけ お前今月ツイッチで世界越えた意味ねえ、そんなの。なんか。長時間配信してるだけじゃん。不倫配信何人集めた俺。30万人ぐらいじゃ、その不名誉な記録は越しとくか。ツイッチで。嫌だもんね、なんかね。っていうとみんな無理だ、無理だって言うでしょ。もうそういうやつは無理だろうな。言われるんだよ、それ。で、無理なことってないんだよね。 お前ってなれとかスパチャとか諸々ありにして案件とか出しまくってたら本気出してたら何億くらいか ?1 年。2、20億くらいじゃない多分。リアルに。<laughs> 俺が貧困法制で今の人数ぐらい維持できて、この脳みそ企画量があっ年収20億くらい行くんじゃない多分。企業案件って高いからさ。月収3倍くらいになるだろ多分。でも俺が俺でなくなるから、そしたら。無理だと思う。精神が持たないと思う。やっててつまんねえと思う、自分で。そんな金いらないから好き勝手やってやた方が楽しい。イエス。 楽しい。好き勝手やってた方が。最高。WQC みたいに100億の、100億だったら断るかな。いらねえもん、そんな。おもれ企画だったら、た、0円でも出るけど。<laughs> しんどいぞ、お前100億もらってさ、その、重積を背負いながらやるの。しんどいよ。カトさん、月にいくら食費使ってますかえ、こ、今月からもうゼロだよね。あの、毎食視聴者の家に食いに行くから。<laughs> ゼロだよ。お前4万も使ってんの。おゼロだよ。ゼロ円。 サイン書いたら飯、<laughs> サイン書いたら飯出てくる。写真撮ってサイン書いたら飯出てくるシステムを俺構築したのね。びっくりするでしょ。一食円だから食いっぱくれねえと思う。今日の子美味しかったー。すごい幸せだったー。なんか朝ツイートしようかな。今日はこれが食べたいです。つってさ。<laughs> そうしようかね。朝ツイートしてた方がいい。一応、純が食べたそうな夜ご飯。一人前多く作ってくれるだけでいいんだけど。 お前なんちが今日行った家は絶対視聴者の家じゃないとか言ってるんなんで <laughs>。あの、いい家すぎて。富裕層すぎてそんな奴いるわけねえと思った <laughs>。俺も思った。富裕層だなーって <laughs>。思ったよ、俺も。こんな富裕層が見てんのか。まあ、で中にはいるよな。ステーキ出てくる家ねえよな。そいつのツイッター見つけたけど普通にゴリゴリの人だった <laughs>。嬉しかったよ、でも。なんか、そんな、面と向かって、 いや僕が働き始めたのは、あなたのおかげです。悪い気しないじゃん。高青年でした。これまで視聴者に言われて一番嬉しかったら記憶に残ってる言葉、記憶に残ってる言葉、まあコンビニの視聴者とか今日のやつだとか、その、そういう類じゃない本当に、いい方向に人生が向いたときは、だって、働いてないやつが働くって、とんでもない勇気いると思うの。とてつもない勇気じゃん。 でも俺の言葉に騙されたのか洗脳されたかわかんないけど、働き出すってとてつもないことじゃないとてつもない影響じゃないそういうのは結構印象に残ってるかもんね。で、コンビニおじさん時折会いに行くけど、一年に一回ぐらい。<laughs> あいつ働いてたかった、ね、このお前。うええーとか言って。一年ぶりぐらいに行ったら、か、加藤さんすっげえ老け顔でさ、42歳ぐらいかなって言ったら加藤さん、34ですって言ってさ。 お前まだ34系って言った。初めての、初めての時50歳ぐらいってなめちゃくちゃ吹き顔だったのね。<laughs> 白髪みれでお前年下なんだおいじゃあまた1年後会いに行くからお前は働いとけよつ。はい加藤さーんって言ってた、その、俺がこうやって、背中でこうやって手あげながらこうやって。やっぱカッコつけなきゃいけないじゃん。おいまた1年後行くからお前仕事辞めんじゃねえぞか。加藤さーんって言ってた。<laughs> かっこいいだろ。 ラストシーンみたいな感じで。で、ツアーアウト。うんこちゃん、競争ですね、ってさ。<laughs> あいつ頑張ってんだよ。がうんこちゃんほんと競争なんですね。そうだよ。あいつらから金巻き上げてんだよ、俺は。<laughs> あいつにコンビニで働かしてサブスクさせてんだよ。で、シャトーブリアン食ってんだよ。困るじゃん。そいつにサブスクさせないと。シャトーブリアン食えないじゃん。あれさっき旅館でご飯食べる放送してなかったから、あれ旅館じゃねえよ。<laughs> あれ視聴者の家だよ。 あまりにもフルコースだったから。そういえばヒゲダつもやめたのいやだから、俺はキングスリーグ呼ばれたいと思ってるから、キングスリーグ呼ばれた時に、なんかヒゲ物一つも入ってないと、ダメでしょ。早めにピケに連絡してきっと不倫したらよこそ。今度会議があるんだけど、ちゃんと言うよ。あのー、本当にこういう今、日本では僕は紙面そこにあっていまして、つって, <laughs> て。もしかしたらご迷惑をおかけしちゃうんじゃないでしょうか。 正直、俺らの金でお前がシャトーブリアン食えてることに支配感が出る。お前らの金じゃただで食ったから、僕今日。ただで食ったった。みんなから金巻き上げて、金払わずにシャトーブリアン食ってきた。パパ、あそこのお家のご家庭のパパが一生懸命働いた金で、シャトーブリアン食って帰ってきた。でもあいつはお前のおかげで働いてるから、あいつの方が儲けてるぞ、確かに。ちょっとなんか、見かじめる取りに行かなきゃな。次はケーキ出しとけよ、つって。 最近お前ペックスだったけど、それは不倫したことに対す,る対する罪悪感がなんなんで、あの、キンキャにやりたいというポジティブな気持ち、キンキャにやりたいんだよね。キンキャに。3日に1回のベースやってんだろ、俺。さっき言ご機嫌取るじゃなかった。いや、あいつが、あいつがさ、スリボール垂らしてくんだよ。今日キンキャにだよー、つっ,って。俺が、キンキャにかこつってパクって食いついていて、マジ俺。ペペやろうってくるんじゃん。いや、やだ。やんない。でも今日キンキャにだよ。キンキャにかこつってパクって。食べちゃうんだよね。 食いつきのいい餌なんだ。なんか急に仲良くなってちょっと気持ちいい,いや、俺、俺とサッチャって仲良しだよ。めちゃくちゃ。あのー、見て分かると思うけど、別居してから、多分信じられないぐらい仲良いんだよね。本当に。これさ、嘘だと思うでしょ。めちゃくちゃ仲良しなんだよ。だから困ってんだよ。仲悪けら、仲悪かったら離婚すれば終わりじゃん。仲良い,いの。それがこわ、困ってんの。<laughs> 仲良い,いのは夫婦じゃねえ。本当だよな。<laughs> 一緒にいる時あんな仲悪かったのに。 なでだろうな。やっぱ悪いとこ見えないからじゃないそりゃそうだよね。仲悪くなる要素がねえよな。機嫌のいい時だけ、都合のいいように絡んでるだけだもんね。なんか電話しておいのやってんだよ、つ <laughs> ってさ。仲悪くなる要素ないよね。だって機嫌悪い時も一緒にいなきゃいけないもんね。別居婚しなさい、みんなも。本当に。週末婚。本当にいいと思うよ。でもい、2週間に1回ぐらい会ってるから、その時も仲いいの。物回った時は、ずっと、なビジュアル系の、 なんだっけジャンヌダ・ジャンヌダルクをずっと聞いてたから、二人でジャンヌ・ダルクを動かしてたよ。<laughs> あんま仲良くなきゃできなくないで恋人とも違う。そんなことしないもん。親友に近い感じ、本当に。ガチでね。感覚的にはそういう感じだわ。信用できるし。兄弟じゃない。そこまでいかない。親友に近い。嫌なとこないもん、今。あの人の。全くないよ。あの、元彼のことを、元彼のことを元彼のっていうところ。 気持ち悪いなって思う。ちょっとキモいなって思った。いや、言い間違いじゃない。ずっと言ってたんだもん。いや、元カノがさ、元カノがさ、って。でも、かつさ昔、男女の友情は成立しないと言ってませんでした。まあ、そうだね。軽な例だよね。お前だけが一方的にそう思ってるだけかも。いや、さっちゃんのパパにさっちゃんが言ってた。俺はさっちゃんのパパから聞いた。なんか、すごい、仲が良くてさ。まだ隠してる嘘があれば54な。本当になも、本当にでも、本当に何もないから、なんだろうね。 でも少なくとも忘れてんじゃねえかなあったとしても。本当のさいお母さんの最後の遺言は何でしたか純ちゃんの純ちゃんの人出だしって死んだらしい。それがリアルに最後の。<laughs> ガチだよ。なんか、なんだっけな。もう、薬でドロドロになっちゃってたから、俺が、その場にいないっていう事実だけで、物言ってたんだと思う。<laughs> お母さんの最後なんつってたって、お姉ちゃん来たら、お前のこと人出だしって言ってたよって言ってた。<laughs> 嘘でしょってで。嘘だよねって。俺に悪意を持って死んでったの、あの人って言った。なんで呪いの言葉残して死んだのってで。俺が覚えてる、終末期の母親からの遺言というか伝言は、税金をちゃんと払え、あとなんだっけ仕事は一生懸命しろ。税金を払え。この二つだったかな。で、最後のラインは、家賃振り込んでください。<laughs> だったよ。すっごい、 その、長文のラインがいっぱい来てるんだけど、もう薬でドロドロになってるから、なんか、日本語がもうめちゃくちゃなのね。なんとか、だから、みたいな。あの、高語でもめちゃくちゃなるけど、文語でもめちゃくちゃなってたの。で、すごい悲しいじゃん。わー、お母さん、もう意識朦朧としてるなー、みたいな。で、俺は返せないでいるの。で、結構めちゃくちゃだよ、文。そのライン俺、取ってんだけど、これだけ消せねえよ。 2018年10月15日、19時11分。こんばんは、純の顔を見て久々に嬉しかった。今日は病院から帰ってきたらドアを開けて歩いた途端転んでしまい、腰と足をぶつけてしまい、真タ一枚って来たのね。これなんて書きたかったんだろうね。店頭には気をつけてね、お母さん。で、それに対して返信が全くなくて、俺この間2週間会ってなかったんだ。 日曜日が月曜日帰るねに対して、うん、お構いできないですが、日曜日夕方でも手やら、お母さんのことがマリテツ叩くでにやにからししって来たから、何言ってんだろうと思って、電話してるね、多分。なのに、それなのに、2018年11月28日、11さん、家賃の振り込みお願いします。<laughs> なんでここだけすげえ、綺麗な日本語なんだろうね。ものすごい綺麗な日本語できた。死ぬ3日前なのに。 綺麗な教科書に載るような、はっきりと。これが俺とお母さんの最後の会話だ。<laughs> 家賃の催促が最後の会話。おもろいね。全部残ってるわ、ちゃんと。チェの行くの家に行くのにベッドを購入し、暖房冷房を兼ねてるのを買いたいです。少しお母さんにその辺のお小遣いください。お願いします。お金かかってたんだろうな。2018年8月19日に20万円売り込んでる俺。<laughs> かベッド買ってやったんだろうな。 この時俺も必死だったんだよ。金稼がなきゃと思って。うわ、2018年7月20日からしかない。消しちゃったのかなでも、当時は見れなかった。本当にこれ、本当に見れなかった、お母さんのラインは。3年ぐらい経ってようやく見れるようになった。マジで見れんかった、これだけは。辛すぎて。これはマジ3年経ってようやく見れるようになった。形として残ってるものは辛すぎて。今だと全然見れるけど、うわ、母ちゃんこんなこと言ってたな、みたいな。 でも残しといたらいいよ。一ち消そうとしたんだけど、うわ、これなんか残ってると、なんか俺、悪い、呪いみたいな感覚で俺が捉えてて、お母さんに悪いから消そうと思ったんだけど、一応踏みとどまってたのね。いつかもしかしたら見るかもしんねえな、みたいな。たださ、最後のやつだけ消そうかな。いちさん、家賃振り込んでください。今ちょっとさ、人生最後のラインだよ。俺とお母さんの。そこだけ削除しようかな。でも多分この携帯捨ててなくて、ちあの、知恵が持ってるから、電話したら出ると思うよ。 <laughs> お母さんの携帯 <laughs>。一瞬電話してみていいお母さんの携帯に <laughs> あ<ー>。ああ。加藤直子は最新バージョンを利用していないか、通話機能に対応していないため応答することができないダメだ、出なかった。くれよ、俺に。母ちゃんの携帯。使わせてくれよ。機種変したい。母親の使ってた携帯に俺。携帯が別に使わないから。当時って何で稼ぐよ、わかんない。YouTube じゃないかな。6年前だから33歳でしょ。月100万円ぐらいは多分稼いだと思うの。 6年前って俺何の配信してた ?YouTube のライブが、アベマもやってたもうそう俺だから、アベマの奴らに頭上がんねえんだよ、俺。マジで。死ぬっ気出てたの。本当に36時間ぶっ続け収録とかもう、苦じゃなかったの。そうだアベマに稼がせてもらってたんだ、めちゃくちゃ。いや、そういう確かに生かされてたな。やるをスペシャルやってくれよ、アベマで。その時のつながりあるよ。タケちゃんとかは、全然今でも連絡取るし。 絶対笑ってると思う。この騒動、絶対、仲良し3人組がいる、4人組がいるんだけど、絶対笑ってると思う、マジで。ちなみにそれ経由で、繋がってた、とある企業の人からも、最近案件もらったけど、それはバラされた <laughs> 今度会った時にマジでごめんねって謝りに行く。ほんとごめんねって。次また呼んでいちいち CM 入るの嫌だって視聴者のわがまま今だったらもっとおもろくできるからなあれ一人でやってるし。 当時はそういう能力も低かったからな今だったら企画とかにもバンバン口出せるしな、俺。未熟だったんだよね、まだ。育てられたな。今思えば。出演者が口出してくるのってうざがられないのか。そもそもそういう概念がない。面白い方がいいじゃん。こういう風にしませんかって言わない方が怠慢じゃないでもさ、ポットでのさ、よくわかんないさ、あの、おじさんがさ、あんな口出せないじゃんで。言うよ、俺めちゃくちゃ言うようにしてる。これ、この、 文言は使わないにしましょうとかさ。俺の肩書きは笑顔のおじさんにしてくださいとかさ。<laughs> めちゃくちゃ言うよ。俺カリスマ NG だからさ。そんな安っぽい言葉で出て行きたくない。笑顔のおじさんってやっぱ究極のステータスだからさ、俺の中で。嫌じゃん、なんか。親近感がないじゃん。YouTube とかお前、YouTuber とかお前とかって Twitter に昔いろんなシーンとかささなことツイートとか、 活発に投稿してたけど、今は配信の告知とか、最低限の投稿とかしなくなったらなんだ俺、ツイッターなんかほとんど更新してねえよ。<laughs> なほとんどしてねえよ。使い方わかんねえもん、だって未だに。どんなことしてた犬とか猫のやつするときもあるけど、別に今も、今と変わんないんじゃない変身とかたまにしてくれたら絶対嘘だよ。<laughs> 仕方わかんねえもん、俺、変身。変身してた俺。 なんてしてた人生で片手で数えるぐらいじゃない全くよくない。お前人生で一回だけバス乗ってる時に暇って理由でリプ編してたことない。<laughs> バス暇すぎてリプ編してた。多分でも俺の性格分かるからすぐ飽きただろうね。10個ぐらい返してやめただろうね。想像できるわ。あ、もういいや、なんか普通に動画見ようみたいな感じで <laughs>。すぐやめてたでしょ。 なんかお前のツイートのリプラで喧嘩してる奴いた時もっと争えって返出し,してた。なんかそれ、それなんか記憶にある配信中じゃないなんか俺記憶にあるよそれ。くぼもなくジ事の報告。ルーレットで1箇所外して1回転で1180円ずつ増える小食打法で1000マカオドルが11700になった。ちなみに負け知らず10連勝した。34回に1回しか外れない98%継続のパチンのけ編みたいなものがおすすめだ。うんこちゃん、キモ、キモいじゃんだってこいつ。たまにやるね。 それなんか知り合いとかだったらさ、知ってたかもしんないけど、なんかでも記憶あるわ。争え、もっと争え、みたいな。俺はお前にマカオのタルト屋教えたらありがとうと一言だけリプが来た。<laughs> なんかそれも記憶あるぞ。でも本当に少ないと思う。てか配信者ってしなくないお前がもっと喧嘩しろってリプしてツイートメールでったれと。2017年になんとかして、<laughs> もっと喧嘩しろ <laughs>。してるね。 誰かがツイートしてうっせえニートってもっと喧嘩しろ。配信中じゃないかな俺が覚えてるし。2016年の5月のお前、俺まだ顔出し,してから1年も経ってないのか色いろいろありすぎて3年くらい経った気がする。おー。なんかし,した記憶も。でもたまにこういうツイートしない俺。最近のツイッター情報。<laughs> ポケモンは人生やな。なんか、まあ、ツイートするんなね。 のんきな顔して写真撮ってからに。ま、あでも配信絡みばっかりだね。こうやって見るとね。配信以外のツイート探そう。<laughs> こ、これ来年もこのツイートしよう、この顔で <laughs>。<laughs> 楽しかったな、この時は。ニコニコがサービス開始しましたっていうのと俺のライブガードが同じぐらいじゃねえけん。どんだけかそってんだ、ニコと。 あ、<laughs> こい、これ良くないこれ。この文句は良くない盗み取りした。まあでも基本はあれなんだな配信絡みのことなんだね。なんかその自分の思いみたいなのツイートしないね、俺ね。そのポエムみたいな。<laughs> <laughs> なんでこれ空前の下げツイートブーム <laughs> これで、ね、れなんでこんなことしていのちょっとお気持ち表明してった方がいいか。え これもう2ヶ月前はぁ、あ、時間が流れるの早いね。うん、怖いねぇ。ま、つまんねぇ、ツイッターだなこうやって見るとな。一応見とくか。<laughs> すごいいい写真じゃないこれ。マジで。俺一生したんだよ。なぁ、褒めてよ、もっと。歴史的一生よ。 一夜明けて感。あ、これ渡した、緑さんに。楽しかったな。いや、楽しかったか <laughs> 楽し、楽しかったのかなメキシコ。錯覚起こしてないか俺。あファイナル T シャツ着てるこれさっちゃんちだね、多分ね。いろんなことやってんな、こうやって見るとな。マジで。<laughs> 全部金すられたやつな。なんで4月2日に告知してさ、 5月に大会あるんだよ。<laughs> 2ヶ月くらいくれよ。<laughs> なあ。早えよ。応募期間6日で。応募期間6日で無理だろ。なあ。これいいでしょう。俺、携帯の待ち受けこれで俺。ええー、もう半年経っちゃったんだ。これ死ぬ前思い出すだろうな、俺。えぐかったぜ。2万5千人くらい入ってたのかな。その間2万2千人ぐらい入ってたと思うんだけど。そんな人の前でさ、喋るのとかってさ、やっぱ。 しかもさ、最後のさ、締めのセリフは俺がズコズコ出ていかなきゃいけないの。それアドリブでやるって決めてるから。何喋ったかもう覚えてないけど。そのさ、2万人のさ、4万個の目よ。最近ジャスパー元気にしてる配信してるしてないかわいい。すげえプレイオフいけた。まあ、あそうなるわな。それぐらいの感想しか出てこないよな。これ激闘だったねいや、これも惜しかったな。これマジで惜しかったな。<laughs> バインドドしたんこれ、13対1って。何があったの何悲しいって。あー、鳥山明さんと多分これ。俺がこういうツイートするってことは、初めてツイートしたと思う。ほんと悲しすぎて。今未だに信じられない。セミキュージラの金玉は2個合わせて1トンあるらしいぞ、点々で <laughs>。そら点て点つけるわ。俺点ん点んのツイートしてるやつ好きじゃないんだけど、確かになんかお気持ち表明してないね。 え、寿司食ってからもう7ヶ月かよ嘘だろーすげえ、1日で、1日で3度熱下げてるじゃん。ほんとねざまあ見ろと思うんだよね。くたばれインフルエンザと思ったの。死ねえって俺の、俺の勝ちだと思ったの。見て、1日で3度熱下げてんだよ。俺の勝ちだろ。俺のが強いだろ。その後熱でて、そうだ。その後熱でって負けたの。検問返しされた。うぜえよな。 もう、そんな立ちますかめちゃくちゃカラスにやられてんじゃん。加藤淳一から大事なオシャレスメディ。これ、クソ大変だったんだよ、撮るの。マジで。<laughs> これめちゃくちゃ大変だったんだよ。これでね、あの、もう一個のバージョン。二千、ね、開催しまーすみたいなバージョンもあったんだけど、俺がやめてくださいって言った。かっこ悪いです、それって。こっちに行ってくださいって言って、二個あって、こっちにした。 なんでこの空気で、一応加藤さんっぽい明るいやつも撮らせてもらっていいですかって言われて、<laughs> 2023年、加藤純次ハイバーゲーム大会に開催しまーすみたいなバージョンは消した、俺。<laughs> これおもろかったわ。<laughs> えー、ドラクエモンスターズからもうい、何こんな立つ。ね、まだ出ないの、続編、ね。いつまで待たせんの超稼いでるし、競馬で。 ハゲ人狼から一年。え、最後に、そういう人狼系の企画やってから一年、もう、一年経つえー、そろそろやりますか。決める今。ちょ、二時間ぐらいで。お前、覚悟ある決める。今、俺はあるよ、ちなみに。二時間で決めるかちょっと待って、うんこしてくるじゃあ俺も覚悟ついた。うんこしてくる。覚悟決まった顔してるんで。なんで消したかっていうと、俺、今、舌履いてなかった危ねえ、マジで。 チンポ丸出しで行くとこだった。おいし、未来のチャンピオン、チャンピオンヌ。覚悟決まった。やるか。ちょっとこの時間は苦しくもあるんだけど。オッケー。スタートする。えー、原点回帰でチまあ、なんかちょ,ちょっとさ、トピックをどんどん。女装か、ニューハーフか、ジンロ。まあまあまあ、ちょっとあり、あり、ちょっとでも俺っぽくないな。付け顔の若者と若く見えるおじさん集めて実施進路。ジンロ <laughs> もう、うん痩せてるふりしたデブジーをマジで、ちょっと、さっき考えたんだよね。ただ、この、これ2回やってみてさ、俺感じたことがあって、これルールが面白ければある程度成り立つなっていう、トピックもそうなんだけど、ルール的な部分も大事だなって思ったんだよね。配信は俺がやるから絶対大丈夫なんだけど、まあシンプルに同定人狼ね。うん。まあ普通に、逆に、 おもろいみたいな。これってさ、いやいやそれはないでしょうって思わない。俺も思ってたんだけど。でも、ハゲ人狼できたんだったら、でもね、本当に申し訳ないんだけど、み、ハゲ、とか、ハゲとかさ、見た目でパッと分かれた方が、視聴者に伝わりやすい。<laughs> 童貞の証明ができない。まあ、確かにそうだね。嘘つけちゃう。まあでも嘘つく必要ないもんな、まあ。応募要項の中に何か忍ばせれば。いや、チビ人狼とかもおもろいよ。 なんとかして、そのチビは、背高いように見せてください、みたいなさ。な <laughs> んとかして背高いように見せてください、おのおののなんかの考え方で。ちょっとまずこれ100個ぐらい出そう。その中から俺の発想でなんとか煮詰めていくわ。これとこれ混ぜらんねえか、つって。新たなる人狼の形で俺を今日生み出すね。<laughs> 本物の縦ち人狼めっちゃおもらいめっちゃおもらいシール貼らして、ね。<laughs> <laughs> めっちゃおもろい、それ <laughs>。めっちゃおもろい。俺はめっちゃおもろい。なんか、タトゥーめっちゃ入ってますよ、みたいな顔して喋らせんでしょ <laughs>。いや、マジでも絶対見た目。いやいや、これは、そのだってどういう経緯にいたんですか <laughs> みたいなトークから <laughs>。だから、あの、ぜ、自分たちが考える、これはバレねえだろうっていうタトゥーシールを、まあ俺がその経費払うから。 タトゥー人類おもろそう。でもいいじゃん。いや、おめえそんなダセえタトゥー入れねえだろうがよお前、おめってか、あのそ、そういう、本当に、なんでタトゥー入れたんですかみたいな。発想はめっちゃいいね。ちょっと見え張った方がおもろいからさ。見え張らしたいじゃん。出演者に。でシールで顔中ゴリゴリタトゥー入れてきたらおもろいじゃん。お前、それは嘘だろみたいなさ。いや、本当ですって。 これ、なんでそんなこと言うんですか偏見ですかみたいない。本当にそれ、本物のタトゥーなのはい。で、狂人はどうするかっていう。狂人は墨が入ってない堀氏 <laughs> いねえだろ。<laughs> 墨が入ってな、ね、い堀氏フォイに紹介してもらわなきゃいけないんじゃないか。フォイお前さ、墨入ってない堀氏紹介してくんねっつって。あー、原点会議で沈狼女装かニューハーフか人老、吹き顔の若者とばかく見えるだけのおじさん集めてジジイ人狼 ま、これやるとしたら、ジジイ側には若者ぶってもらって、若者側にはジジイぶってもらえないとのか。痩せてふりしたデブジンロ。これ多分見た目クソおもろい。<laughs> あの、それぞれがさ、加工アプリ使って、なんかちょっと痩せ、<laughs> デブに痩せてる。で、加工つけさせて、いや、ほんとデブって気持ち悪いっすよね。みたいな。デブ人狼バレるかななんか整形人狼って生々しすぎるんだよね。女がやりそうな。 <laughs> マジでちび、ちび、ちびるのめっちゃおもろいよ。ぶっちゃけ。ちっちゃいちっちゃい人が、やっぱコンプレックスじゃん。それをどういう風に、あの、高く見せてるかっていう指標にもなるしね。全然あれですけど、つつさ、画面じゃ見えないじゃん。だからちょっと、ちっちゃめのアイコスの形を自分でちっちゃくして、隣に置いとくとか。高く見せるすべシークレットブースとか入って。<laughs> お坊さんかただのハゲカジーヌや、ね <laughs> みんななんかあの、ほ、法儀、な、なんていうかあの、あれ来てもらって、法位まとわせて、この中に一人お坊さんでもないこの格好してる。仏教の教えに寒いた悪魔がいます。今朝、今朝に来か、ね、来させて。いや、童貞人狼とか、うん、でも、見た目じゃわかんねえよな。<laughs> ゴミ屋敷人狼なんかその <laughs>、黒巻で消して、あのスパイギアが雑談した時にさ、タワーマンの景色やってんじゃん。 よくこれ本当にそのものですよ、俺っさ。日本物でそのものですよ、それ。ちょっとやっぱでもダーティーな方がおもろいんだよね。ハゲとかさ。そういうさ、コンプレックスを抱えて出てくるやつってかっこいいじゃん、ちょっと。ちょっとリスペクトはやっぱ入りたいんだよね、俺。お前よくぞ、この企画に名乗り出た、みたいな。いや、片親人狼とか別になんか、見た目じゃわかんねえんだよな。見た目でわかった方がさ、わかりやすいじゃん。ネタバレの時に。もしくはそれぐらいわかりやすい。 癌にかかってるか健康体か人狼。いや、あのさ、例えばデブ。デブ人狼ってさ、そのデブの悪口言えるじゃん。デブってさ、本人も、まあ、ハゲの悪口言ってたんじないけど、でも本来なりたくないものじゃん。で、笑えないじゃん。その、癌の人に癌なりたくねえよなとか言わせたくないもん俺。逆もまたしかり。癌じゃないやつに癌だってこともう言わせたくない。ニキビ人狼、汗っかき人狼、貧乏人、貧乏人狼、アトピー人狼、無駄げ。<laughs> なんか、 ニキビ人狼って、なんか、文言が良くないな。やっぱ難しいね。決めるのってね。まあでも、この中でやれるとしたらタトゥーか。まあタトゥー入れてるやつもいっぱいあるだろうし。まあでも、デブ人狼って正直わかりやすいんだよな。一旦やるかどうか置いといて、ルール決めてみようか。でも、デブじゃないやつの参加者の枠が自由すぎるな。顔でわかるだろう。あ、ちょっとさ、じゃあ顔出ししてもいいよっていう人でさ。 あのー、加工してさ、送ってくんない今、配信でさらしたい。<laughs> 大型犬のうんこが俺のうんこが人狼 <laughs>。それ、お前友達とやれよ、おもろいから。で、ハゲ人狼のさ、ハゲじゃないやつってさ、どうやって応募したんだっけ適当に決めたのかあ、ハゲは、ハゲを意味嫌ってるやつ集めたんだ。あ、でも、だったらデブ人狼でもいいな。デブを意味嫌ってるやつ。ハゲとデブって結構さ、ついうな存在じゃない なんかよく言われる。デブ人類おもろいと思うんだよなだその加工アプリの出来次第 <laughs>。バレバレでもおもろいし、いやお前デブだろみたいな。でそれぞれが、デブに対する悪口を言うの。デブに対する悪口だっていっぱいいるでしょ。力士かデブか人類のクソおもろいマジで。でも力士、力士7人、力士6人集めるのがめっちゃ大変マジで。力士6人集めるのが大変すぎる。 曲げを言ってないと。曲げ言ってなきゃ。だったら僕、ロンゲデブ探さなきゃいけない、俺。ロンゲデブ探して、俺がわざわざ行って、大一を,を言わなきゃいけないから、相当レベル高いよ。で、歴史っぽいこと言ってもらう。朝の四股踏みが、みたいな感じでさ。<laughs> あの、相撲取りぶってもらう。いや、ぼ、あ、そういうコンセプトでいいかもね。その、相撲デブとかさ。 相撲取りって別にデブじゃねえけど。体でけえだけで。相撲取りかただのデブか配信。デブか人狼とかさ。坊主かただのハゲか人狼とかさ。一 <laughs> 個乗っけよっか。なんか。ちょっとずつでも出てきてるね。これ考えてる時間が苦しい、マジで <laughs>。あ、送ってくれた。あ、女はわかんねえわ。女わかんねえわ、これ。<laughs> これ乗っけていいよね。これ、 110キロだよ。わ <laughs> かんなくないこれ。わかんなくない ?110 キロ。わかんなくない加工加工。生放送で加工ってできないの ?110 キロって結構デブだよね。かっこいいね。ちょっと一回かまた寝ましたいい身長180センチ、110キロ。生放送でさ、加工できるかな絶対バレるかなたまたあのさ、生放送でさ、デブジンルやるってなった時にさ、 はい。痩せてるように加工できるああ、なんかそういうのがあるのは聞いたことありますけど、うんえ。どんぐらいのクオリティなのか試したことなくて分かんないんすよね。その人だけ加工されてたらバレちゃうか。そうですね。あそうん。リアルタイムフィルターみたいな。えー、えー、ええー。うん。あと、あれって顔認識してるんで、あの、うん、不意に動くと外れたりとかあるんで。ああ、そうなんだなん。例えばなんか痩せてる人を、 を人狼側にして、あれするとか、だったら、やりやすく、技術的にはやりやすくあるんですけど、うん、まあ面白みはかけますよね。まあそうだよね。えー、まあ OK わかった、ありがとう。はい、すいません。はい、なんか、また決まったら教えてください。はい。いや、この女とかマジ絶対わかんない。これ100キロだって。嘘でも生放送じゃきついよな。常時カメラオフでヒントの時にそういった写真を見せ合ういや、やっぱ、 映像があって、その人が喋ってるっていうのが、おもろいおもろいんだよね。顔だけめっちゃ痩せてるやつとかいねえから <laughs>。ほんでさ、ドライヤータイムみたいな、持田チヒカリちゃんとかわかんないない顔だけだったら。で、痩せてるやつじゃなくて、ああでもなガ、ガリガリと喋らした方がおもろいよな。ガリガリってか、まあ、中肉中ぜ。で、人狼じゃない市民側のやつを、まん丸が、丸顔のやつにすればいいんだ。 丸顔のやつ。でも首細いよな、痩せてるやつってな。首でバレるよね。で、ちょっとさ、俺痩せてるけど太って見えますよっていう人さ、で、配信に顔のっけていいよっていう人送ってみてくんない絶対わかるよね。痩せてるって何キロぐらいじゃあ、あ、まあ、中肉中背。男だったら、60キロから70キロ台。うい、130キロ。わ <laughs> かるな、でも。い <laughs> やこれ、なんか太ってそうだなってわかるね。130キロ。でも、まあ、80キロぐらいにも見える。 で嘘つけるじゃん。別にあの、いや、俺は、太ってなくて、これ筋肉で、とか。<laughs> なんか、確かに、確かにな、ちょっと、ちょっとだけ太って見える。ちょっと、ちょっと太って見えるな、この人。ちょっと太って見える。180センチ65キロだけど、ちょっと太って見えない。見方によっては。170センチ60キロ。あ、ちょっと太って見えるな。ちょっと太って見えるね。 ちょっと太って見えるな。<laughs> ちょっと太って見えるな。あー難しい。これ偽面のマジで大変なんだよな、毎回。いや、でも思考から逃げちゃダメだ。<laughs> キザな奴か射精した後か人類 <laughs> <laughs> キザな奴か射精した後か人類 <laughs>。タイトルはおもろいね。もうそれタイトルだけだよ、おもろいの。タイトルはおもろい。非常に。 普通の人狼の枠を外して考えてみたら、あーまあね、確かにね。もうそこから、その枠組みから作っていくか。大変だけど。<laughs> 昔の面白かったテレビからパクリお前らの方が得意だろ。俺、ちょっとそういうのは、知識がないもん。大パクリしてく <laughs> 令和の大パクリすっか。なんか一週間に一回ぐらい、こういう枠やっていきたいんだよな。でも地獄だろな、マジでそんな <laughs>。やり始めたら。毎週日曜日はなんかおもろくしますっていう。 やってるときはおもろいんだけどね。考えるとき大変なんだよな。本当に。この手のものって。でもマラソンみたいな感じでさ、うわ、おもろかった、これ <laughs> ってなんだよね。よかったーって。コンプレックスアーティス選手権。あなたのコンプレックスは、鼻ですよね。<laughs> みたいな感じで。それどういうゲーム整理するのじゃあ、コンプレックスブレイキングダウンしようぜ、じゃお <laughs> ブレイキングダウンからパクるべ。あいつ,あいつらは別にパクってもなバレねえだろう。 コンプレックスブレイキングダウンすっか、じゃあ。タイトルだけ決めて、最終どうなんだよってわかんねえ。もうやめてくれつって、それ以上こんな人前で言わねえでくれってったら、KO、もうそれ以上は言わねえでくれよって。ただの悪口大会になる。確かに。ただの見た目悪口選手権じゃねえか、それ。名前はさ、コンプレックスブレイキングダウンとか超格闘度でさ、人様の容姿をただただディスるだけじゃん。 コンプレックスラップバトル。<laughs> コンプレックスラップバトルでしょあ、なんかでも今、急に世界が広がった気がする、俺。急に世界がなんかパーっと広がった気がする。また一つ。俺の中の。<laughs> <laughs> いやべ、今、おもろこべだったんだよ、ね、めちゃくちゃ。いや、めっちゃくちゃおもろかったんだよ、ね、今。激からピアング食った後がただのタラ、たらコ唇か選手権。<laughs> か、人狼どう 激辛ペヤング食わして、唇真っ赤っかんの状態で出てきて、よ普通、これ全然食ってないですけど、<laughs> 後ろ髪バリ感じるの。<laughs> 髪の毛反らして、後ろ髪。そんなことするわけないじゃないですか。僕だって明日仕事ですよ、とか言って言わせちゃうと。後ろ髪全部、こと、ここまで全部刈り上げてる。 なんかでもちょ、ちょっとなんか生まれそうな空気になってきたね、ようやくちょっと。ちょっとなんか生まれそうな空気今醸し出してないなんか俺も視聴者も。なんか、あれだよね、クワバルカズマが次元と発言する時の空気だよね。若鳥の雛が翼を広げるときのような。ある特定の職業にスポットを当てても面白いね。ちょっと特殊な職業、あお相撲さんとかさ、住職とか。わかりやすいものにスポットを当てるのもおもろいよね。 <laughs> 飼い犬か野良犬か正式。だからその飼い犬じゃない人狼側は普通にどっかから野良犬拾ってきて。<laughs> いや、うちのポチがさ、とか言ってゴリゴリの野良犬なんでしょう。すごい可愛くて、つって。野良犬拾ってくるところから始めなきゃいけないから、相当大変だよね。覚悟。野良犬を手なずけられる能力を持ってるやつしか。こいつさ、ちょっと、わーとっ,って、こらポチーとか言ってさ。 演技させんでしょで、<laughs> その飼い犬、ね、その犬はまた、野に話すしかないでしょだって。野良犬なんだもん。出演料としてドッグフード渡,渡して、野に返すしかないよねもう。ガブーとか、コーラコーラ大丈夫ですよさん甘紙だって、とかって、だらだって血が出ててさ。いいね。飼い犬か、野良犬か、人狼、俺ら。<laughs> 大学院卒か、少年院卒か、人狼。 だってど,どっか共通点もありそうじゃん。探せばどこかの共通点もあるじゃん。絶対。どこかの共通点もあるはずじゃん。どんなジャンルでも。頑張ってもらうの。引い人狼。<laughs> 引率人狼面白いね。嘘じゃないじゃん。だって。少年院か大学院かの違いじゃん。いやーなんか文言が漏れなくて、実現できるわけがね。今一番やりてんの飼い犬か野良犬か人狼のだって。もう実現できない。 俺がおもれな、これやりてえなってやつ。無理じゃん、そんなの。まあ、頭の中では映画一本できてるけどさ、俺。役割先に与えて台本か白紙か人狼は、それ普通になんかゲームとして面白いよね。たまに YouTube のショートとか流れてこない一人だけテーマを知らないやつ、やつが周りのやつだと話して、みたいな。なんて言うけ、それ。ワード人狼みたいなやつ。ワードウルフ。それは普通に好きなんだ。お前すげえな、そのワードウルフを知らずにその遊びを導き出したんだよ、お前は。ワードウルフを、 考えた人と同じぐらい頭が柔らかい。だってお前は知らずにそれ編み出したんだもん。怒っていいぞ。<laughs> 過激な生態師かプロレスラーかじんの <laughs>。なんで過激な生態史って。いねえだろ、まずそんな過激な生態史が。でも発想はみんなおもろくなってきてるよ、ようやく。<laughs> おもろいこと言えるようになってきてんじゃん <laughs>。そこか、そこからさ <laughs>、そこから実現可能なやつ入れよ。<laughs> 今のところこのままだと、野良犬か飼い犬か人狼になるからね。マジで。狂犬病が広がるからね、日本に。いいんだね。<laughs> 車好きか泥棒か人狼 <laughs>。車好きと泥棒の共通点があるんだいや、入れ歯人狼とかもさ、水道とかのなんか、その入れ歯の企画でおもろかったけどさ、若くしてそう入れ歯のやつとかいないだろう。いるのいや、笑える、笑えて、笑ってもいいでしょ。しかもあれだよ。歯磨きせずに、 ちゃんと、総入れ歯になったやつね <laughs>。全部そいつの責任のやつじゃなきゃダメだよ。本当に、なんでお前が急いでになって聞かれた時に俺に、いや、歯磨きしてなかったからですって答えられるやつやけじゃなきゃダメだよ。ただの、そう、怠惰なやつじゃなきゃダメ。童貞にデンタル彼女呼ばせてカップル人量しろ <laughs>。<laughs> <laughs> まずカップルでさ、俺の配信出てくれるっていうの、あの、バカな男いっぱい抱えてんだけどさ、カップルでってなかなか難くね じゃあさ、バカでさ、無鉄砲な男はさ、何万人も抱えてんだけどさ。いやー、難しい。やりてえでも。人狼系の企画、ずっと言ってるよね。人狼系の企画やりたい、人狼系の企画やりたいって。本当に思い浮かばない。かといって、ハゲ人狼2とかやりたくないよね。俺。無職人狼2とか。新たなるフォーマットでやりたいんだよね。2は逃げえよね。よっぽどおもろかったらやってたけど。もう本当にもう、なんていうの。これの代わりはないっていうレベル。 すげえ、こんな真剣に考えて久々じゃない母親の形見かゴミか人狼。いや、これゴミですよ母親の形見これゴミなんだよちょうど捨てようと思ってましたよそれ逆か。ゴミをちゃんと母親の形見のようにしなきゃダメか。踏み絵みたいになってるよね。<laughs> ただの熟女好きか、おばあちゃん思うか人狼。<laughs> どういうふうに、 論議交わすんだよ、俺ら。なあ。何の話どうやって話し合いするの、これ。めっちゃむずくないうわあ、なんか、ここまで出るんだけどなあ。<laughs> <laughs> 海の苦しみだ、これが。久々に出たな、海の苦しみ。でも考えてるときも面白いんだよね。<laughs> 容姿を頼りにカップルの組み合わせを邪推する偏見カップル、神経脊 <laughs> ああ、でもそれおも面白いよ全然。ありそう。 こいつとこいつは付き合ってないでしょみたいな。で、年収とか、男が、ね、年、収ぐらいですかって聞いて、あ、1000万ですって。じゃあ、かわいい男付き合ってないでしょとか言さ、<laughs> こいつ金好きそうだろうとか言って組み合わせんでしょ最低の企画だね。父親がちょっと似てるおじさんがちんの。<laughs> まずさ、参加者全員の父親の参加協力を取らなきゃいけないと、その、ちょっと似てるおじさんを探さなきゃいけない労力がとんでもない、マジで。ちょっと、あれだね。 毎日コツ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 一日一時間ずつ人狼系、人狼だったりなんかおもろい枠考える枠を毎日取っていこう。いや、そんな簡単にやっぱ決まんねえよ。で前もさ、だって決まんなすぎて11時間かかったことあったんだよ <laughs>。配信つけて11時間かかったんだよ。絶対生み出すっつって11時間かかったんだよ。いや、もう人狼縛りは正直してない。俺が人狼好きだから人狼やろうって言ってるけど 別になんかちょっと今世界広がったから俺の中で。尿血石か食べれる石か人狼 <laughs> 尿血石食わなきゃいけないけど大丈夫そんな悩まずに簡単にできそうなで、できそうでおもろそうなものやってみれば嫌。嫌だ。できない。それができたらもっと俺は売れてる。<laughs> でも性格的にできない。車だ。 総格外事情、ダブルに生じ、神経戦略、スチュー,ソースライーゲーム、糖尿病、大食い選手権、ゲイの経験人数ブラックジャック、寿命ダービー。ねね、俺さ、よく言うさ、池沼で GO って何これどういう、何をさ、想定としてるのこれ。電車で GO の、何をもじってるのそれ。やらねえけど。何をする企画なの逆に聞きたいけど。あ、ポケモン GO みたいな感じ俺、電車で GO かと思った。夜に双子が入れ替わってるか、同じ人が人狼 <laughs> この中に入れ替わった人がいます。つって。お <laughs> 前おもろいね。あの、普通に俺以外がやってもおもろい。俺以外がやってもおもろい。誰かやれよ。ああおもろいじゃん。ちょっと顔変わってませんかみたいなさそれ。それは人狼でやんながいいね。あの、変わったと思ったタイミングで、今変わりやんだけど、そういうカードゲームあるじゃん。今みたいな。<laughs> ナンバーさ変わりね、ちゃんと、そのターンごとに、あの、服は着替えなきゃいけないっていう。 ダウト。一卵性ソーセージダウト。<laughs> 双子か一人二役かダウト。なるほど、そっちもできるんだ。全然別、ちょ、ちょっとなんか、なんか、再処最初日はこの顔出てきて、二日目は、ちょっとなんかちょっと変えるみたいな。<laughs> 俺どっちだよ、これどっちが双子なんだよ、みたいな。めっちゃおもろそう、それ。えー、お前ちょっと顔変わってる、両方ちょっとだけ顔変わってるよ、みたいな。 どうも、どう先ほど弟が、あれしましたね、みたいな。初日は声変わりできた。二日、二日はちょっと顔変えるみたいな。演技力が必要だぞ。それできますかっていうオーディションもしなきゃいけないし、じゃあ。<laughs> 俺できますってみんなも自信持って立候補できないでしょ。いや、俺それできますっていうさ、自分が適任かどうか分かってる奴がいねえだろ。いや、双子はすぐ、すぐじゃないけど見つかるかもしれないけど、もう一人の演技する方が大変だろ。面接が必要じゃん。 ああ、バカ人狼ね。すげえバカ。めっちゃバカ集めて、一人だけめっちゃ頭いいつ入れて、バカの振りさせて。<laughs> 頭いい奴ってたらバカの振りできんじゃん。めっちゃバカ、ほんとに。バカ人狼。バカ人狼ありだな、多分な。統計 <laughs> 化向けてるかの二分の一を <laughs> 当て続けて8192分の一あったらいいね。あの、でもバカ人狼ありかもな。バカに賢い振りさせた方がいいね。頭いいやつってさ、それはさ、ね、頭いいんだから、 頭良くないより良い,い方が良い,いに決まってんじゃん。すぐボロ出るかな。だから、熱のあるバカでも頭いつも緊張してるだろうから、多少そういうほころびあると思うんだよね。一人だけ中卒で、あとは兄弟と兄弟。わ <laughs> かりやすいね。いや、二人、二人中卒、一人こう、二人中卒が人狼。で、一人高卒が狂人。で、その後、兄弟と兄弟。<laughs> 絶対バレるから。 ば、ばれるよね。その、なんか、その、言ったこってる、通ってる人、しか分かんない問題出されたもると思っちゃうか。いや、東大のやつなんていっぱいいる、俺の視聴者。でも出てくれねえか東大ってはもう言っちゃってるもんね。あ、東大卒でもいいんだ。別に。そやったら絶対いっぱいいる。さ、人狼側がさ、どっちを偽るかもおもろいじゃん。どっち偽りますか。僕、東大に行きますくだらねえ会話聞きたくない、ほんとに。僕、ちょっと東大行きますわ。 じゃあ僕、兄弟行きます。みたいな感じで。<laughs> でもそ、それがもっと分かりやすかったらおもろいんだよね。結局、東大通ってるやつと東大、あの、兄弟通ってるやつのあるあるになっちゃって、それの知識明るいやつはおもろいけど、あの、我々に伝わってこない面白さがあるのがもったいないんだよな。いいヒントだったね。別に見た目だけじゃなくてもいいんだ。その、面白さが、視聴者全員見て分かるような内容だったら何でもいいんだ。だからハゲとかおもろかったんだよ。無職とか。 いやー、惜しいな、惜しいな、めっちゃ惜しいなめちゃくちゃ惜しいなさっき一瞬出かけたよね。また夜眠れない日々が続くのか、俺。こんなことばっかり考えてたから夜寝れなかったんだよね。昔。なんか面白い、ここまで、ずっとそうだ、喉の奥に骨が詰まった感じだんね。なんか、ここに詰まってここまで出そうなんだけどなーって考えてるうちにさ、外が明るくなってきてさ、 なんここままで詰まってんだよなただ今日一個企画編み出したから、突撃隣の順五半。<laughs> これちょっと定期的にやっていこう。一分で編み出した。あれは。俺加藤だけどなんだあれ選手権やれ。<laughs> おもろそうだね。ニコニコ見てていいな。俺加藤だけどなんだあれ選手権で。何これ <laughs> 探偵なのかストーカーなのかちんの <laughs> でも最終的には俺警察に突き出すからね。そう、人狼側は。最終的には警察に突き出していい <laughs> バレたら突き出せばいいか。バレなかなったら <laughs>。俺知っちゃったらもうさ、ダメじゃん。いや、でもちょっと、気合い入れて。ちょっと待って、まあ、また今度考えよう。明日考えよう、また。悔しいね。揺 <laughs> れいどるやりたい考える絶対やだ。絶対やだ。<laughs> やだ俺がさ、あれ、あのー、パフォーマンスで苦し、苦しんでると思ってる パフォーマンスでさ、配信中15分さ、その休憩することとかあった今まで。あれ結構ガチで心に来てて。もうダメだよ。こんなの絶対クリアできないよって。手応えがない。本当に。でも、たまに優しくしてくんのあいつ。あいつたまに優しくしてくるのね。これがしんどい。あれ今日ってさ、記録更新してないんだ。あ、そう、これに、から逃げたすぎて飯食いったんだ。 で、なんとか <laughs>、企画で逃げたんだ <laughs>。追い込まれたから速攻逃げたんだ <laughs>。しかもクリアしたところでネジキのような成果を得られないことが目に見えてるもんね。ょう本気で言ってるまださ、配信者で一人しかクリアしたことないんだよ。ネ、ね、ジきなんか誰でもクリアできんじゃん。あの、コーラスかやってみたら。俺が下手くそだったからできなかったけど。俺多分な、泣いちゃうと思うぜ。俺涙出ると思うぜ。千倍ぐらい難しいよ。ほんと。何年間までなら頑張りますから、今年いっぱいはマジで頑張ろうと思ってる。まずは。だってその、 3ヶ月じゃんでも、俺の3ヶ月ってただの3ヶ月じゃないの。12年と3ヶ月だの。先駆者たちが構築した12年の知識を、俺、直で得てるから。だってもう、要は、こうやってやればクリアできますよっていうデータはあるんだよ。それに習えるかどうか。それを構築するって考えたらそれは無理よ、絶対。ただ、要が要は俺が、そのクリア者の、あの、ケってやつがいるんだけど、だったら、多分、クリアできるじゃん。何回かやったれば。何十回何百回やったれば。 で、それはできないの油断しちゃうのあのね、油断じゃないの。こうあって欲しいって思う、思う心が出てきちゃうの。ここを当たって欲しいとか。最悪の事態を想定して、これは当たらない。外したら死ぬって言って、いや、うん、12年間運営し続けたわけじゃない。もう確たる知識がある。絶対に。やっててわかる。あ、こここうすれば打開できてたかもしれないねっていうのが毎回あるんだもん。20回を超えた。 あたりで負けた時はね。それいきなりさ、初手でさ、ドジョッチがさ、出てきてバーンと殺されて、だったら、あ、これ運ゲーだなと思うけど、俺が高層階、まあ、俺の言う高層階って20階なんだけど、毎回俺のミス死んでんの。ミスっ知識がなくて死んでるのね。で、それを一回手止めて、 毎回毎回向き合って、攻略サイト見て、アドバイスもらって、一歩動く。ってやってれば多分いけると思う。そんなことができないの。人間と追い込まれると、いや、ここは来ないここは草分けなんて来るはずないつって、5分の1で草分け飛んできてんの <laughs>。マジで弱さが出てくんの。マジで出てくるの。ピッピの指を振るも、もしかしたら指を振るで、ソーラー、なんかね、強い技が出るかもしれないっつって、 あんな動き取らなければ、水路に行って、揺れゾーンで、水路あったから、揺れゾーン行って倒してれば打、打開できてるからね。まあ、あれはしゃーないけど。あれは別に普通にやり続けるけど。でも多分あれが90回だったら俺は多分やってないと思う。いや、みんなもしかして万が一、これ来るかもしんないから、逃げてやろうって言ってると思うね。要は甘えてるのよ、俺は。毎回。絶対。俺の責任で有責で死んでるの。で、毎回99回だと思ったら、1日1回そうしか進めない。マジで。 ほら、クリア者が、実際、ユレイドルは、8割ぐらいが実力ですって言ってんだよ。クリアしてるやつが言ってんだよ。知識と実力が足んないの。不思議な男女ってマジそうだから。誰もクリアしてないんだったら、そうやって言うかもしれないけど、絶対に実、実力あれは。すべての、そんなユレイドルチャレンジを今からやりましょう。嫌です。見たくない。寝る前に。俺、夢に出てきてんだから、プルル,ルってあの空振りする音が。 あの音、お前ら夢出てきたことないでしょ俺、夢出てきてんだよ。プン。はっ,って起きて。しかもシードラ相手に。今はシードラ。とにかくシードラ相手に、あの、かわす音で起き、お起きた今日も。あ、もうそんな時間か。また行かなきゃで。今までのゴリ押し戦法とかは、通用しないね。それは本当に楽しいのか面白い。いスカーフひ引いてるときはめっちゃくちゃおもろい。しびれる。てか。 そもそもそれを引かない限り、多分俺クリできないと思ってるから、スカーフなし前提の戦略は今日ちょっと夜動画見とく。もういいでしょ、そのこあの、クリア動画見ても。さすがにその先人の知恵を借りないと無理だ。寝る時にもうずっと見とくこて、こ寝る前に一回だけ挑戦するのに一回しませんけど、一回だけで。じゃあ、もう足らずスカーフが出なくても終わりね。寝る前のほんと最後に日回ね。